皆さんこんにちは、オリタインドラムスクールのオリタインです。なんとこの教室今こんな感じになってます。オリタインドラムスクールの教室は今全部バラされました。なぜかというとですね、いよいよ新しいドラムセットが届くわけなんです。このドラムセット、オリタインドラムスクールをずっと支え続けてくれてました。このこともお別れとなります。スタジオレンスというね、スタジオの中にモニタインドラムスクールがいるんですが、そこの B スタジオで、このドラムセットはモニタインドラムスクールの意思を継いで活躍してくれるということです。ほら笑ってます。皆さんこんにちは、モニタインドラムスクールのモニタインです。そしてアポロの清水さんです。こんにちは。ありがとうございます。ついにドラムセットが来たんですよ。来ました。今日は奇跡的にスケジュールが空いてた清水さんをお越しいただきまして、はい、あのドラムの、セットアップをしていただきたいなと思っているので、はい、これから開封していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なかなか見せてくれない感じですね。何時ぐらいに。あ、かっこいいっすね。おお、かっこいい。ネイチャーブラック。ネイチャーブラック。すごいですね。清水さん、すでにものすごい見てます。全品。いや、全部これで上がってみましょう。あ、もう喋るパターン。そういう感じで。はい、このまま一回。初トーンしてみて。初トーン。8から初トーン。10月ぐらいの時もすでにフロントヘッドを買ってたんですけど、これをフロントヘッドに買っていきたいと思います。めっちゃ取るやん。めっちゃ取りますよ。で、この時間に、はい、で天気いいんで万年ボトン。これ多分こうした方が、はい、これダニが多分つぶダニっていうか湿気がやっぱ多分なるほど存分に吸うてると思う。なるほど。10年分のやつ。吸うたらかん。吸うたらかん。森田さん、はい、脚立。ああ。これかけましょう。なるほど。あ、それ広げーの、日向で広げーの、ここ。そうですね。あんま家事しない方ですか？お父さん、お父さん家事しない方ですか？はい。こういうことね。あ、それがいいんちゃいます。はい。かっこいいわ。いやもう、いってるわ。いってるわ。かっこいい。いいやない。いやいいですわ。なんかやっぱこう、スタンドでやってみたらかっこいいですね。ラックでくもラック。ラックがでもいいっすね。ラックも、でもラックの方が楽ですよね、結構。なんかシンバル。いやさあ、もうどうしようかと思ったんで、僕も今のは取れたシンさん来てくれなかったら、ぜひ
やばかったっす。結構面倒です。レッスン、この状態でレッスン。マジで分かったっす。ちょっと待って、ちょっと待って。とりあえず、タムだけはここ刺しとくかな。見えてきましたね。なんかごめん、笑けてきますね。セットセットアップしていただきました、今回購入させていただいたのはパールさんのリファレンスシリーズというねドラムセットで、去年の10月、それこそ、僕の人気曲レシピのね教則本の撮影で東京に行かせていただいた時に、パールさんの本社に行かせていただいて、そこで、いろいろああでもないこうでもない言いながら、まあいろいろ試させていただいて、その時にオーダーさせていただいたんですね。でそこから約4ヶ月、来る日もねまだかなドラムセットまだかなって思いながら、ずっと待ちに待ち続けたのがやっと今日届きました。僕はドラム講師なんですけど、ドラマーとしての活動も頑張ってやっていきたいなと思ってるんですね。レコーディングとかもたまにやるし、これから動画で、僕のこの演奏動画とかをね、このドラムセットをたくさん使ってやっていきたいなと思ってるので、このパールさんのドラムセットの良さを紹介しながらですね、これからさらにいろんな動画を撮っていったりとか、僕のドラマーとしてのねいろんな活動を、幅を広げていきたいと思いますので、皆さん今後ともよろしくお願いします。これから生配信とか、動画とか、この新しいドラムセットでやっていけると思うので、楽しみにしていてください。はい、そんなことで、嬉しいご報告でした。また次回お会いしましょう。さよなら。